準備金ありがとうございます。ありがとう。そして地道なアンチリアさん、もくもく90匹ありがとうございます。ありがとう。そしてノバさん、もくもく90匹ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。ありがとう。売れピーマン、売れピーマン、売れピーマンですよ皆さん、ありがとう。とりあえず濡れてるから髪くくっとくわ。冷たい。くくってへんと。ね。そう。嬉しいな。なんかさ、あるかな。うん、ユミゴンさんもくまかけ10匹ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがくま、ありがとうございます。嬉しい。ストレッチは、ストレッチは毎日やってるよ。ただ今この配信してるからストレッチできない。R1 このタイミングで飲んでるの。だってうん、めっちゃまちまち飲めるときに飲んでる。朝飲むときもあるし、こうやって夜飲むときもある。もう自分の飲めるタイミングで飲んでます。本当はね、どっちが良かったんだっけな、夜が良かったんだったっけな、確か。なんか朝っぽそうに見えて夜がいいみたいな、確かね、書いてて。そうだけど、飲めるタイミング、うん、時と場合に、夜飲む時もあるし、朝飲む時もあるし、うん、時と場合によるかもしれないです。そう前髪鳴らしてるの新鮮で可愛いだった。本当嬉しい、ありがとう。髪ね、乾かしてな、乾かす時間なかったからこうなってるの、ありがとう。AKB 最近聞いたかもの、スタジオ呼ばれたんだね、おめでとう。だって、ああそうなの、本当に数分、数十分だったんですけど楽しかったです。とちょっとイチェメン、イチェメンですか私、イチェメン、イチェメン、イチェメンになりたい今日この頃。イチェメン、イチェメン、ありがとう、嬉しい。イチェメンになれるなんて。ちょっとまだイケメンはいかいけへんか、イチェメンぐらいそう、イチェメンぐらいになれたら嬉しいな。
ティボさん、ティボさん、ティボさん一面だったかな、どうだろうね。うん、この間のギョーちゃんせいちゃん公演は成果だってなって、大西さん次に行ける？いやー、ちょっと大西の次はハードルが高すぎるな。もうちょっと一面にならないと難しい。一面だった、嬉しい、ありがとう。ゆうなちゃん振り幅めっちゃ広いっていつも思った。あ、ほんまに？そうかな。私でもイケメンの部類は一切やったことないな。ティボさんぐらいじゃない？ティボさん、ティボさんは男装だったからあれだけど、イケメンだった。でもさ、なんだろう、大西のロミオがかっこよすぎて、下尾のロミオもめっちゃかっこよくて、そう、レミちゃんのね、意外にね、名前なんだっけな、まあ九州だったっけ、ベンボーリオだっけ、どっちか忘れたけど、もう結構イケメンだったのよ。なんかあの舞台はイケメンが多すぎて、私のティボさんがちょっとね、ちょっとね、やっぱね、みんなに勝てねえなーと思ってね、そう、ちょっとティボさんがね、もうちょっとイケメンになればなって思ったけど。もうちょっとイケメンになりたいね。ティボさんときはイケメンで、ののこ先生のときはちょっと美人さんになりたくて、そう。ああ、地道なアスリアさん、クマかけ10匹ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、あ、じゃなくてありがくま、ありがとうございます。ティボさんかっこよかった、ほんと嬉しい。でも銀髪似合うねってことだ、私、私もじゃあ銀髪似合っちゃうんだよ、きっと。嬉しい、銀髪似合っちゃう、いやー、うーん銀髪似合っちゃう、嬉しい。銀さんになる、坂田銀時になれる、テンパテンパ。あー、五条先生、おー、今時だね、五条先生だなんて。確かに確かに、五条先生、かかし先生もあれ銀髪じゃないの、違うかな。あと私の推しのシロちゃんもそうだし、なんだろう、あとナナのシンも銀髪だし、うん、あとなんだろう、私のアニメの銀髪キャラって他になかったっけな、か前思い出せんけど、あー、三ツ矢くんね、あいこ。でも一番いい、あーでもね、でもさ、私シロちゃん好きなんだけど、シロちゃんとさ、ナナのシンってちょっと似てない？なんだろう、美少年な感じ。でも私、あのナナはね、シンちゃん推しじゃなかったんだよね、なんでなんだろう。でもわかんない、もう見てたの小学生とかだからな。そう、でもすごい美少年だなーってのは思ってた。すっすごい顔綺麗、あんな感じになりたいですね、あれぐらいの美少年になりたいですね、私もね。そう、しんちゃん、そう、めっちゃ行きたかった、矢沢先生の個展。めっちゃ行きたかった、めっちゃ行きたかってんけど、コロナ結構またやばいみたいになって、危ないってなったから、うん、やめたんよ行くの。めっちゃ行こうかどうしようか迷ってて、そう、やめたの。めっちゃ行きたかった、ナナのグラスが欲しかったよ、終わっちゃったから、ゆいな欲しかった。パ
パラキスも好き。でも、でもね、ナナのね、中のキャラクターだったら誰でもいいわ。マジで顔綺麗やもん、みんな。そう。いや、でもな、顔になるんだったら、やっぱレンかシンがいいな。イケメン、ダントツでイケメンやと思う。ちなみにナナにハマってた時はパンクファッションにもすごく興味があった時期。私本当に影響受けやすされすぎて、私ロリータが好きになったきっかけは下妻物語だから。やばくない？マジで影響受けすぎて笑えてくるやろ。いや本当に下妻物語って知ってますか？そう、あれの DVD 見て小学生ぐらいの時に、それでロリータめっちゃ可愛いじゃんってなったの。それでロリータ好きになったし、なんかパンクファッション、ナナもパンクファッションじゃないですか、めちゃくちゃで、それでめちゃくちゃ、うわかっこいいとかってね、かっこいいとかってね、その時ねめちゃくちゃね思ってて、そうで、めちゃくちゃ私が幼き頃の大きくなったらもう絶対に欲しいって思ってたブランドはビビアンだった。だからナナってめちゃくちゃビビアン出てくるわけ。そう、結構あのそれこそしんちゃんが持ってるここのあのビビアンの大きいあのライターのやつあるじゃないですか。めっちゃ高いやつ、めちゃくちゃ高いねんけどね、あれ本当に。あれとかもね、ちっちゃい頃めちゃくちゃ憧れだった。あれが欲しくて、そうめちゃくちゃかっこいいとかって思ってたんよ。マジ本当に影響されやすすぎて、本当にね、人に影響されやすいすぎてめっちゃあれが欲しかったんよ。高かったよ。大きくなってちゃんと値段調べたらめちゃくちゃ高かったで、びっくりした。高ー、ね、本当に。でもそれぐらい本当に大好きだった、ちっちゃい頃っていうか、大きく、あの小学生の時やったけどね。だからもう先生がもう何年でも待つから続きを書いてくださるのを私は死ぬまで待ってる。私が死ぬまで、あの私は待っているナナを大好きだからね。よいしょ、唇がカサカサ。そう、そうなの。でも結構ビビアンつけてる子多い。なんかピアス開けて、だいたいピアス開けたての周りの子はだいたいビビアンのピアスしてるイメージある。私開いてないのよピアス。そうなの。いや開けないです。開けないです。開けたかったなっていう。え、クマ来たよって。地道な走り屋さん。地道な走り屋さん、ありがとうございます。ありがとうイエーイ。よし、じゃあランキング読むね。多分ねランキング変わらないんだね。とりあえず間違えた。13位ナッティさん、12位アッキーさん、11位メトロポリスさん、14位秋元康さん、9位シンダさん、8位岡山さん、7位ヤングさん、6位ワッフルさん、ハンバーグ食べたーいだってありがとう。5位ホイホイさん、4位ロバさん、3位ミヨンさん、2位リュッケさん、お疲れの中配信ありがとうだって。いや全然そんな全くでございますよ。そして今日の第1位は地道なすり屋さんです。というわけで、誰が断固かはちょっと本当にわからん。
ユミゴンさんがクマかけ10匹で、リュッケさんも投げてくれて、地道な走り屋さんも投げてくれてんよ。10とかかな、合ってる、10とかだってる。あとロバさんも10、違うな、分からない。とりあえず投げてくれてありがとう。明日はとりあえず朝15分だけやります。もう準備しながらバタ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 してますけど、朝とりあえず15分だけやって、あとはゲリラで空いてるレッスンの空いてる時間にやります。それがもう最後になります。はい、もう最終の時は私はもうレッスンしてるので、そうなのでちょっと無理なんで、あのちょっとね、押すとかも分からんから、とりあえずゲリラになるんですけどやります。でももしかしたらマジで場所ないかも。なんでかって言ったら、あ、いやそんなことないか、そんなことないかも、なことないかもしれない、わかんない。じゃあ今日も見てくれてありがとう。また明日ね、バイバーイ。